皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、2月の29日、14時51分、佳子さまや、今まで結婚話をしてきた方たちへということでのメッセージなんですけども、3月14日のホワイトデーということで、こちらの方も僕自身、今までの人生何もなかったんで、今までの人生自体がね、恋人らしいそのお付き合いだとかそういったものがなかったわけですから、結婚希望相手は佳子さまに、しっかりとご提示しておきます。それしてなかったらこっちも今いろいろ見極めてる部分もあるんですよ。もともと普通に法的にも考えたとしても、結婚希望相手は佳子さまですよ。だけど法的に考えたとしてもこの相手先もしっかりとわからない状態でその結婚希望相手を絶対一人にこう絞らなければならないっていう話でこう睡眠不足にさせられるっていうのはこれはもう普通に考えたらおかしいですよね。これはもう他の人たちも同じ意見だと思うんです。そんな無茶な世界怖いっていうことで、その精子の、何回も言いますけども、その精子の生産されなくなる薬とか、その話を聞いて、僕との結婚とか、ああ、これは嫌だなとか思ったとか、そういう素直な感想は、その、今まで結婚話した人たちから、いろいろと、書類化したもの、一枚の紙で結構ですから、素直な気持ちとか書いて、僕に渡していただきたいですね。ホームページ、淡井圭介の履歴の一番と YouTube 一覧表の間、YouTube 一覧表と、何番って言ったらいいですかね。一番はもう今上の方に持ってきてるから、もう少し下の方の欄、YouTube 一覧表よりもう少し下の欄の方に淡井圭介に会いに来て、結婚話をしに会いに来た人たちのところを作ってるんですけども、そこで今までのどのような状況だったかとか、誰にどういうふうなことを、例えばテレビに向かって言うだったかもしれないし、YouTube の方だったかもしれない。その辺のところとかを詳細いろいろと、アクセスできるようにして、説明しておきたいなとは思います。基本的にですよ、今まで結婚話してきた、そこに名前を挙げてる人たちと基本的には喧嘩はしたくない。だけども、完全にエロ業界側の方に行った人とは、もうそこはもう、こうっていう形で、なんていうんですかね、僕みたいに、無理やりその、キャバクラに騙されてキャバクラに連れて行かれたとか、そういうふうな人とかは、ちょっと見直さなきゃならないんですけども、ただ、自分のその下着以上の写真集などを出して、稼ぐっていうのはやっぱりもうそれはなしにしておかなきゃダメですね。どう考えてもそれはそういう部分は大半のアナウンサーはそれはないと思うんですよ。ただそういうふうなことをしてしまってた人間もいたような気がします。探しはいるでしょ。その辺のところで、線引きはしておきたいということです。他の人たちとかでもいいんですけどね、各テレビ局通して、その、精神を生産されなくなる薬。で、実際今の時代のものは、それを飲んでも、健常者が生まれてきてるとか、そのデータとか、本当の、しっかりとしたデータ、フェイクなしのデータが、集めれるんであればね、テレビ局の方からもそれ私の方に渡していただけたら助かります。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。本当にもう佳子さまとまず会ってちゃんと話どうでしょうというところ聞いてみたいですね。この間昨日の睡眠不足は結局北朝鮮とのサッカーの試合なのか何なのかっていうところですね。昨日誰か来てくれてたのは来てくれてたと思うんですけど、これね、その誰かがこう来る日にそれ原因で睡眠不足にさせられてる可能性もある。だから
その辺のところもしっかりと解明しておきたいところですね。以上です。